かった。ちょっとその空の曲じゃないんだけどいい？空のメロディーっていうのを歌います。そう。この、まあ、松代で学科やってます友谷篤と申します。でこの場所は、はい、和中っていう場所で、まあ、人の和とかコミュニティの和とかそういった和の中の中心っていう意味で和中っていう名前をつけました。はい、なんか久しぶりのライブだって起きたんですけど、うん、そうですね、ライブペイントは3月ぶりなんで、はい、ちょっとかなり久しぶりにパフォーマンスができて本当に楽しかったですね。はい、この和中っていう会場は、はい、トモヤさんが作られたんですか？そうです、はい。その目的は何だったんですか？まあ、街中にエンターテインメントをちょっと取り込みたくて、うん、街中でこうなんか楽しいことが起きてるようなそういったものをなんだろう、ここから発信したいなと思ってこの場所を整備しました。トモヤさんとしては今後どんな風にこう生かしていったらいいかと思ってますか？いろんな世代の人が交流できるような、はい、そういった活動にしていきたいと思ってます。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はいはい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。こんにちは、長野インターネット所属と申します。こんにちは。こんにちは、伊那市出身のシンガーソングライターの湯沢佳代子です。ライブ久しぶりに
を来たんですけども、素晴らしいお声でしたですね。ありがとうございます。ともやあーつくんとは、はい、いつかな、10年は経たないと思うんですが、本当にいつもライブペインティングだったりとか、本当に友達としても、アーティスト同士としてもずっと仲良くしていただいていて、今回は、長野市のアトリエがクローズして、松代町智也くんの地元で自分でリノベーションをして、たくさんの、ね、皆さんの協力を得ながら手作りでできたアトリエでこけら落としというか、はい、歌わせていただいて、本当に私も嬉しく、そして本当におめでとうっていう気持ちで歌わせていただきました。ともやくんはすごく優しくて朗らかな感じなんですが、もう根はめちゃくちゃファイターっていうか、もう有言実行の人でやるって決めたら、本当に このアトリウムを含めて形にしてしまうというか、なのでこの松代町を中心にまたこのアートの縁や輪を広げて、さらに活躍をしてくださると思いますし、心から、応援をしています。ぜひ一緒に頑張っていってください。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、真ん中ぜひ来てください。